初代のあんたですって、だって何年前よ、1998年、その後からもっともっといいリールがどん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 出てきてね、よく言われるんですけど、赤メタ今でも使ってます。現役を引退させてあげてですね、このように飾ってあげてほしいなって、こういう感じでね、こういうバンタムとかね、これ初代のアンタレスの1号機2号機でございますよ。これプロトタイプですね、こういうふうに飾ってあげてほしいと。でなんでって言って、僕らはそれ出した後にそれを超えるためのリールを一生懸命作ってるわけよ。それなのにその次のリールを使ってくれなくてですね、前のリール使ってるんですけどって、早く変えてほしいの、早くね。初代アンタレス使い続けてます、どう思いますか？ダメです。98モデルのアンタレスですよ、ね、98のアンタレスと20年前じゃん。20年前、つまりね、ものはね、最高級と言われるものが10年で2番選手になるのよ、ね、15年で3番、20年で10番。息落ちるよ、ね、だって初代のアンタレスだったら今のメタニウムで全然十分じゃないの。それでメタニウムの方が全然飛んじゃったりするからね。はい、大体引退させてください。いいですか。必ず皆さん大事に使ったリールはですね、ケースにしまってくださいね。はい、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。